はい、お疲れ様です。7月4日のヒバラコガイド終了しました。まあ、今日はもう本当もうだいぶトップ投げてましたね。まあクローラー系ですね。まああの NZ とか、まあ、まああともうちょっとちっちゃいやつとか、もうかなりクローラー投げてる時間が長くて、もうほとんどルアーをボトムに沈めてません。でまあ、ボトムに沈めてちょっとね魚釣りたいなっていうタイミングではまあフリーリングですね。うん、まあフリーリングも本当になんか投入した時間は全然短いですけど、もうサクッとすぐにダブルヒットしてくれたりとか、まあ、そんな感じですね。でまあクローラー、まあ今日がまあすみません、ちょっと今目まといがめちゃくちゃ目の前飛んできてちょっとなんか嫌な感じなんですけどねまあ天気がまあね、雨降りがちな予報だったんですけど、まあ想像以上に午前中晴れて、でも午後かな、午後に結構夕立っていうほど夕方じゃないんですけど、まあ日中にバーッと雨降って、でその後また天気回復してって感じで、まあ朝から割とそうですね、まあクローラー系には出てくれて、もう本当に日中ドピーカーの時間でもまあ出てくれて、でまあ雨降ってる時も出てくれてっていう感じでしたね。ただサイズがちょっと落ちてきましたかね、多分。うん、まあ、ちょっとね、なんか本当にこの間の大雨で増水してね、なんかそれになんか合わせるようにして、なんかすごいかなり急いで減水が進んでて、まあちょっとね、まああと最近暑かったっていうのもあると思うんですけど、ちょっとなんかシャローっていうか浅いところのいいサイズが減ったような気がするんですけどね。でもまあまだ出るのは出るんで、まあちょっと楽しんでやってた感じですね。はい、本当にその2本立てです。はい、トップクローラー系と、うん、まあトップですね。はい、トップです。はい、トップと、ブルフラ系ですねの、フリーリング以上です。はい、そんな感じの、7月4日のヒバラコガイドでした。